アメリカの国会で開かれた政策フォーラムで、中国から逃れたファルンゴン学習者のウ・メイさんが中国から逃れる前に集めた証拠を公開しました。3月10日、アメリカの NPO 団体共産主義受難者基金会は、キャピタルヒルで政策フォーラムを開催し、中共の臓器狩りの罪状を発表し、国際社会の対応について討論しました。イギリス、アメリカ、オーストラリアなどからの専門家や学者が発言したほか、昨年1月にアメリカに渡ったファルンゴン学習者のウ・メイさんも中国から逃れる前に集めた証拠を公開しました。中国の東北部、瀋陽市出身のウ・メイさんはファルンゴンの修練を放棄しなかったため、合わせて12年間を刑務所の中で過ごしました。期間中何度も血液や骨髄を採取されたといいます。ウ・メイさんは中国を脱出するまでの数年間、隠しカメラでファルンゴン迫害の多くの証拠を集めました。2018年の年末には中国の複数の病院を訪ね歩き、臓器狩りの証拠を集めました。いただきます。李朝陽医師は解放軍河川軍総員肝胆道外科の副主任で500例以上の肝臓移植に参加または執刀しています。患者の質問に答える際、気功修練者の肝臓の質は極上であると示し、武警員の肝臓は品質が保証されると述べています。動画の中で李医師は肝臓は豊富にあると漏らしています。アメリカには優れた臓器移植システムがあり、およそ1億2000万人がドナー登録しています。それでも肝臓移植には平均2年の待機時間が必要です。一方、中国ではドナー登録者は30万人しかいないにもかかわらず、2週間で臓器を見つけることができ、最短では1週間で極貧の肝臓を見つけることができるといいます。您不是记者吧？我做了500-600例了。二月十一号，这不又做了一个，那个肝的质地很好。那个肝，这是极品肝。ウ・メイさんは2018年の暮れに武警総医院で肝臓移植を受けたばかりの患者に出会いました。好肝源这个钱你别舍不得，弄不好呢，就说差不多得多活十年。この患者は臓器の適合検査を担当している主という主任に5万元、約76万円を渡し、30歳以下の気功修練者の肝臓を指定したといいます。調子いいだ。就是他那个肝里头就是所有的气泡都打出去了，就是连气泡都没有。练法轮功的也行，那也是一种调息，最好30岁以下。那我当时就直接说，我说我要是最好30岁以下。イギリス民衆法廷の議長ジェフリー・ナイス卿もオンラインで発言しました。ナイス卿はかつて国際司法裁判所でユーゴスラビアのミロシェビッチ元大統領の起訴を担当し、2019年には自らが議長を務める民衆法廷で、中国共産党は長年にわたって両親の囚人から生きたまま臓器を摘出しており、人道に反する罪を犯していると裁定しました。And I believe that states as powerful as the US should really be speaking up in the General Assembly this year. They should be raising this issue. It's been silent for far too long, and it's time for this issue to be brought out into the light. NTD Japan がお伝えしました。